オーストラリアが対中政策を180度転換し、原潜の導入からフリゲート艦の導入を決定し、日本のもが身型が対象として急浮上したという情報を入手しました。今回は悪魔的建造能力を持つと囁かれている日本のもが身型導入について見ていきます。オーストラリアが日本の総流型潜水艦を選んでいれば、潜水艦をとっくに保有していたんでしょうけど、フランスに決めたんですよね。2024年2月21日、オーストラリアのアルバニージー政権は、海軍再編についての分析を発表。オーカスによって、将来的に、原子力潜水艦の保有が決定した海軍における、水上戦闘艦艇として、有人での運用も、可能な大型の無人艦並びに、小型の汎用フリゲートの取得を目指すと盛り込まれたのです。その中の汎用フリゲートとして導入が検討されている候補と見られている既存艦がありますが、ドイツ海軍の MEKO-A200、スペイン海軍のアルハ3000、韓国海軍の耐久級、そして海上自衛隊が現在配備を進めているもが、身型も挙げられています。そして、11隻を調達する方向で検討を進めていることも明らかになりました。アルバニージー政権は、海軍保有の3隻のミサイル駆逐艦ホバート級のアップグレードや新規建造など軍艦拡充に対し、今後10年間の予算を542億オーストラリアドル、約5兆3400億円に拡大すると発表したのですが、それまで9隻の建造が計画されていたハンター級フリゲートを6隻に減らしました。そして、汎用目的で運用されるフリゲート艦を、2020年代後半から11隻新規に導入すると計画、上記4カ国の既存フリゲート艦の中から選択すると発表しました。同政権は、2023年4月、国防戦略の見直しを発表。この中では、30年以上、テロや中東の紛争に焦点を合わせてきたが、世界は大きく様変わりした。現在の国防戦略では、大規模な軍備増強をバックに、太平洋などへ進出を図る中国に立ち向かうことはできない。特に、長距離攻撃兵器の普及により、軍事力の質的特性が大きく変化し、火力の投射距離が飛躍的に拡張された。そのせいで直接侵攻せず、軍事力を背景にした威嚇で、他国に強制力をもたらす可能性が、安全保障上のリスクとして浮上したと指摘し、ました。さらに、長距離攻撃兵器の普及で、オーストラリアの地理的優位性は根本的に低下した。ミサイル時代とも呼ぶべき新しい安全保障環境下では、中国の軍事的脅威に対する距離の優位性が失われてしまったと結論付けています。オーストラリア北部の基地や港湾施設などインフラ整備を急ぎ、この地域からの長距離攻撃を強化することと、沿岸軌道に速やかに対応できる陸軍の再編を優先するよう勧告もありましたが、この報告書では、海軍の編成見直しについては言及されていませんでした。アルバニージー政権が発表したミサイル駆逐艦ホバート級のアップグレードについては、経費が大きく高騰しています。当初は、350億オーストラリアドル、約3兆4500万円と見られていましたが、450億オーストラリアドル、約4兆4400万円にまで跳ね上がったことが、議会で問題になりました。2023年5月、オーストラリア会計検査院が、回収予算の高騰により、一番艦の引き渡しは2032年にずれ込み、プログラムコストはさらに高騰する可能性があると指摘、行く末に注目されているとか。オーストラリア海軍のホバート級駆逐艦級は、スペイン海軍のアルバロデバ3級を土台に設計を修正した派生型ともいえるイージス艦です。満載排水量6350トン、全長 146.7M、最大幅 18.6M、喫水 7.2M ですから、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級や海上自衛隊のイージス艦よりも一回り小さいことがわかります。オーストラリア海軍では、1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が海軍の主力艦として運用されています。
こういったイージス艦とは別に、造船業界の雇用維持とアンザック級フリゲートの後継艦を調達するために、オーストラリアは2016年新型フリゲートの国内建造を決定しました。2020年代後半からの SEA-5000 計画艦として、イギリス海軍の26型フリゲートを元にした設計が選ばれ、9隻建造することになっていましたが、前述のように、2024年2月21日、アルバニージー政権が発表した報告書で計画が縮小され、6隻に減らされることになったわけです。この報告書では、中国の海軍拡張に対抗するため、水上艦の戦力規模を2倍に増やすことも要求しています。新しいオーストラリア海軍は、水上戦闘艦26隻で構成され、ハンター級フリゲートが9隻から6隻に減らされたほか、アラフラ級哨戒艦も12隻から6隻に削減、アンザック級フリゲートのアップグレードも中止されました。その代わりに新しく導入されるべきと勧告されたのが、有人運用も可能な大型無人艦6隻、汎用フリゲート11隻でした。これらについては、海外の注目を集めています。報告書の有人運用も可能な大型無人艦は LOSV とされ、垂直発射装置 VLS が32セル搭載されているのですが、報告書内ではアメリカ海軍のプログラムに沿うとされているので、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊、ウスブディブに所属する無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの推測が広がっています。この USV の中の一隻レンジャーは、2023年9月21日、アメリカ海軍横須賀基地で公開されました。レンジャーは、もともと、2018年、平成30年に、海上の石油掘削用リグなどに、物資や人員を輸送するための高速船として建造された小型船でした。が、アメリカ海軍が無人運用できるように必要な改造を行い、2022年に新設された第1無人水上艦隊ウスブディブ1へ配備されたのです。2023年時点でウスディブ1にはレンジャーを含む大型無人水上艦 LUSV が4隻、中型無人水上艦ムズスブが2隻配備されています。今回横須賀に寄港したレンジャーは同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から行われている統合戦闘課題 23.2 IBP23-2 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したものです。IBP は無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するために行われているもので、これまでにも2回実施されています。今回の横須賀寄港に先立ち、レンジャー及びマリナーは、アメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した大規模演習2023に参加、東太平洋で原子力空母カール・ビンソンを中心とする第1空母打撃群と共に活動したとされます。その後、無人の自立航行によって国際日付変更線を越え、第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携を図り、ISR 情報監視偵察において USV の能力が実証されたということです。海に囲まれ長大な海岸線を持つオーストラリアは、こういった大型の無人水上艦による沿岸警護を考え導入を目指しているとみられますが、日本も同様に海に囲まれているので有用なアイテムになるのではないかという方も出ているようです。汎用フリゲートについては、推奨する水上艦の増強は、乗組員規模の合理化と省力化技術によって、人員増加は最小限に止めなければならないと述べています。つまり、現有のアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないようにと案に求められているわけですね。韓国海軍の耐久級フリゲートは、基準排水量2800トン、満載排水量3592トン、全長122メートル、最大幅14メートル、喫水4メートルで、最上型と比べるとかなり小型ですが、乗員が140名でもが、身型の約90名よりもずっと多いので、4艦種の中で、最上型が有利ではないかと見る向きが多いようです。ただし、日本には、
防衛装備品移転三原則などの解釈が議論上にありますから、もが味方の輸出に結びつくかは不透明です。また、購入価格などもネックになりますし、オーストラリアの国防方針が変わりやすいこともあって、否定的な見方が多いようです。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、
2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達すると目されている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、
一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留・保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年内に解体を終えるとしている。